ここからみんなこう写真撮ってんだろうな。よいしょっと。何回俺写真撮ってんだろうか。よし、ちょっとね、あの橋まで行って。よし、セバ、また、またどっかで、はい。はい、ということでですね、昨日ね、帰ったら、3人テントで泊まる人が増えてて、そのうちの2人が、愛知県のね、の住んでるセローで、兄弟で仕事辞めて北海道にツーリングしに行きましたよっていう方たちと、でもう一人は道民ライダーさんで、小樽から来たよっていう、まあその2人と、小樽在住の人1人と自分と4人で、結構盛り上がりましたね。YouTube もこう見てくれるって約束してくれたのでね、まあ、頑張って編集していこうかと思います。はい、時間の方がですね、今日は朝8時30分ですね。まあ今日はまあ、晴れてもいるので、三国峠の方にね行きたいと思います。ここから130キロですね。三国峠回ってなるべくこうね晴れてる方に行ってこようかと思ってます。とりあえずいつものセイコーマートでお買い物してゴミも捨てさせていただけるということでね、明後日がねちょっとね一日中雨なんですよ。だからどうしようかなと思って、まあカッパでも着てね行ってもいいんだけどさ、明後日は洗濯日和にしようかな。もう洗濯物はだんだん溜まってきてね。いやー楽しかったな昨日。酒なしでずっと喋ってまして、釧路のあの泉屋さんのスパカツが美味しいとかさ、あそこ行った、どこ行ったとかって、あ俺もそこ行ったって、これもまたね旅ならではですよね。だからこう北海道って面白いなーってこう思うんですよね。やっぱねこういうのがありきですよ旅は、ね、ゴミ捨てるだけじゃあれだからね。一応買い物もしてね、ちょっとね買い物して、こいつが仲間入りしました、キタキツネのモケケです。北海道限定らしいです。かわいいよねちょっとここにつけてみました、モケケ。まあそれではね、美幌の方を抜けて、三国峠の方に向かっていきたいと思います。はい、ということでですね、一気に美幌から、北見を抜けてここ石北峠まで来ていましたね。いやー石北峠結構走りやすいですね。初めて通る道だな、ちょっとね行ってみようかと思いますね。もう石北峠ってもしかして三国峠まで続いてんのかな。ここ6合目、標高898、まあ約900ですよ。すごい橋だもんね。ほら、わお、わあ綺麗だね。やば。相変わらず重くてパーレーはなかなかこう登っていかないですけどね。いやここネイキッドとか SS できたらね、ほんと気持ちいいんだろうな。今多分気温ね、多分20度ないからね。うわー綺麗、すっげーな、おい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 、すごいな。ここ頂上じゃないの、まだす
ごいとこだね、石北峠。やべえ。あ、ここが頂上なんだ、石北峠の頂上。あ、ここから下る三国峠に行く途中で石北峠も通るというね、まあ、なんて美味しい道なんだろう。はい、三国峠ですね。いや、初めて来るな。まあもう残り10キロというところですね。非常に寒いんですよ、三国峠。真夏でもね、15度しかないとかって普通にあるので、そんな標高はね高くないんだけどね、まあ、相変わらずこの鹿の注意の看板はね相変わらず出てきますね。あのよく YouTube で見るじゃないですか、あの橋がすごい綺麗なやつ。まあそれがここなのかな。いや、あの橋はどこなんだろう、全然わかんねえや。まあ、三国峠着いたらどうしようかな。そのまま帯広の内帯に抜けていこうか、戻って網走の方に行くか。内帯の方に行こうかな。いでー、入ったー。おいおい、おー寒い。目的地は左側ってか。うお、真っ黒。うお、真っ黒、マジで真っ黒、全然見えない。ここだ、ここだ。こっから見える景色がね、やばいんですよね。いやー、おじさんたちにね、写真撮ってもらえたらラッキー。いやー、三国峠晴れてっからね。すごいよね。うおー、すげえ、やべえ。いや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 、たまらんでしょ。すごいね、すごいな、マジか。ここからみんなこう写真撮ってんだろうな、多分。よいしょっと。何回俺写真撮ってんだろう。よし、ちょっとね、あの橋まで行って、っていうことで、いいとこまで行って U ターンしてまた石北を行って行こうかな。厚み大橋で、あの上があれなんだね。うん、おお、すごい開放感。ゾワッとする、本当に。これはゆっくり行った方がいいね。まあ、またインディアンのカレー食べに行ってもいいんだけどね、美味しいからさ。まあとりあえずね、三国峠でした。ちょっとね、これからどうしようか考えますね。いやー、三国峠最高でした。うん、まあこのチャンネルではね、北海道ツーリングの動画をまだまだ更新していく予定なので、皆さんチャンネル登録の方もよろしくお願いします。じゃあ次の北海道ツーリングの動画でお会いしましょう。ムースでした。バイ。いやー、マジすごいよ、三国峠。次回のムースチャンネルは、あ、直樹さんですか。どうもー、お久しぶりです。せっかくなんでランチでもどうですか。久しぶりです。いやー、何年ぶりですかね。どうすんな、元気です。早速